9月の第3月曜日は敬老の日です。子供たちにおじいちゃんおばあちゃんの印象を聞いてみました。一緒にお絵かきするのが楽しいです。お買い物してお菓子買ってくれる。遊んでくれるところが好きです。おもちゃで遊んでくれるところが好きです。絵本とかおじいちゃんおばあちゃんに読んでくれるところが好きです。抱っこしたりおもちゃで遊んだり好きです。子供たちの大好きなおじいちゃんおばあちゃん、老人と一言で言ってもおじいちゃんおばあちゃん高齢者などいろいろな呼び方があります。皆さんは老人や高齢者と聞いて何歳くらいを思い浮かべますか？70歳以上ぐらいからかなと思います。で、自分のおじいちゃんおばあちゃんを想像するとそれぐらいの年齢だったのでそれぐらいかなと思いました。それ以降なので、まあ、90歳ぐらいからかなと思います。60歳だと思います。定年退職してるイコール高齢者というイメージがあるからです。80歳ぐらいだと思います。孫がいる人は大体80歳ぐらいかなと思うからです。私は73なんで自分はまだ上の方に思ってるので80歳ぐらいからじゃないかと思いますけど、老人85ぐらいか90ぐらいですよね。高齢者って言ったら自分が高齢者っていうような感じ。もう80ちょっと前なのにね、だから75ぐらいかね。老人、私たちだったら90以上みたいな感じです。自分は老人じゃないっていうような感じでね、ずうずうしいかもしれないですけど。国連の世界保健機関では65歳以上の人のことを高齢者としていますが、法律や制度によって高齢者の定義はまちまちです。老人という言葉についても一定の定義はありませんが、より年齢の高い方をイメージする人が多いようです。高齢になっても元気に生き生きと暮らしたいもの、生きている人みんなの願いです。今回の姿勢だよりでは、高齢になっても元気に暮らすための周南市で行われている様々な取り組みについて紹介します。高齢者の相談窓口として市内5カ所に設置されている地域包括支援センター、すすま地区にある周南北部地域包括支援センターで毎日高齢者の相談を受けアドバイスをしている保健師の佐藤さんに、高齢者が生き生きと暮らせる秘訣をお聞きしました。いつまでも生き生きと暮らす秘訣はたくさんありますが、まずは人と話をすること、仕事をすること、積極的に活動することが生き生きポイントです。高齢者の生きがいづくりや仲間づくりを支援している全国組織が老人クラブ連合会です。周南市老人クラブ連合会会長の原田邦明さんにお話を伺いました。全老連、全国の老人クラブ連合会という我々の上部団体があるんですが、そこが策定したメインテーマの一つにですね、伸ばそう健康寿命というのがあるんですよ。まあ、健康寿命といえば皆さんご存知だと思いますが、日常生活を誰の手も借りずに一人で送ることができる、まあ、この寿命なんですけどね、これを伸ばそうと。ですからそれがためにはですね、まあ可能な限り外出の機会を増やすと、そしてそこでいろいろな人と交流を図る、それが一番フレイルの状態を脱して健康寿命につなげて、延伸につなげていくことができると、こうなってるんですね。老人クラブ連合会の活動の一つに平成18年から行われている輝き周南大学があります。輝き周南大学は、人生を楽しもう、地域に出て行こう、元気に働こうを目標に毎月講座が開かれ、
地元の歴史を学んだり、地域の活性化や環境問題、シニアのための健康管理について学んでいます。この日はかつて海上自衛隊に所属し、イージス艦鳥海の艦長を務めた周南市出身の広文人さんを講師に招き、講演会が行われました。高齢者の働く場所としてシルバー人材センターがあります。60歳以上で健康で働く意欲のある方が会員になっています。家庭、企業、公共団体などから会員にふさわしい仕事を引き受け提供しています。会員は仕事を行うことで自身の健康維持と地域貢献に役立てています。こちらの串ヶ浜駅で週に 1,2 回自転車の整理の仕事をしているのは、近くにお住まいの鳥川さんです。もう今16年ぐらいになります。最初はまあ家庭の方の何回や修理したりしてましたが、今度は5、6年なのかな、自転車の修理整理するようになったんですよ。まあ健康のためにもいいし、幸いしております。周南市では各地域で生き生き100歳体操が行われています。ソレーネ周南の研修交流室でも毎週近隣のお年寄りが集まり、100歳体操で元気に汗を流しています。この日は山口県内の医大生や看護学生が一緒に参加して生き生き100歳体操をしました。コロナ禍のため学生はオンラインでの参加となりました。体操の後は参加したお年寄りと学生がゲームなどをして交流し盛り上がりました。みんないいです。もうスクワットと足伸ばす運動が一番メインでしょう、この体操のね。それの時にみんな一生懸命やられるんですよね。自分も膝が悪いから膝ガクガクいってるんですけどね、それでも頑張ってやってます。前ね、膝がちょっとね悪かったので始めたんですけど、この人は膝の調子もいいですし、だから続けた方がいいんじゃないかと思って。積極的に介護予防に取り組んでいらっしゃる方は、高齢になっても元気な方が多いですね。身体機能を維持するためにも体力づくりをすることも生き生きポイントです。周南市長の藤井律子でございます。皆様方におかれましては、敬老の日を迎えられましたこと、誠におめでとうございます。心からお喜び申し上げます。今日私たちがこの平和で豊かな国において安心して生活を送ることができますのも、戦後皆様方が大変なご苦労の中、我が国の基礎をしっかりと築いてくださったおかげでございます。心から感謝申し上げます。さて、昨年と同じく今年も新型コロナウイルス感染症対策のため、敬老の日の記念行事を開催することができなくなりました。皆様のお顔を拝見することができず、大変残念に思っているところでございます。現在高齢者の方へのワクチン接種は順調に進んでおります。来年こそは皆様と一緒に敬老の日をお祝いできるようみんなで頑張ってまいりましょう。結びに、これからも健康にご留意いただき、お元気にお過ごしくださいますよう、そして引き続き長年培われた皆様のお知恵を私どもにご教示いただきますようお願い申し上げ、私からのお祝いのメッセージといたします。本日は誠におめでとうございます。おじいちゃん、おばあちゃん、いつまでも元気でいてね。
周南市では令和3年10月から高齢者バスタクシー運賃助成事業を開始します。この事業は75歳以上の高齢者と65歳から74歳で運転免許証を有していない方が対象となります。助成内容としましては、1枚200円の助成券を1月につき4枚お渡しします。助成券は乗るところまたは降りるところのいずれか一方が周南市内であれば使用することができます。次に助成券の利用方法について説明します。まずバスでの利用方法についてです。助成券は傍聴バスで使用することができます。利用する際は1乗車につき200円の助成券1枚を使用することができます。バスに乗る前に利用する日を助成券に記入しておいてください。降りるところで運賃を確認していただき、助成券と差額代金を支払ってください。助成券を使用する際はバスカードは利用できませんのでご注意ください。次にタクシーでの助成券の利用方法について説明します。まずタクシーに乗車する際に周南市発行の助成券が使用できるか乗務員に確認してください。助成券は初乗りから999円までは1枚使用することができます。それ以降は料金が1000円増えるごとに助成券を1枚増やして使用することができます。タクシーを降りる際に乗務員へ助成券を渡し、差額の料金を支払ってください。なお2人で乗車した場合は、運賃に対して利用できる助成券をそれぞれが出し合って使用することもできます。助成券の申請受付は9月1日から周南市役所本庁、各総合支所、各支所にて開始いたします。受付時間は平日8時30分から17時15分までです。受付当初は大変混み合うことが予想されます。混雑緩和のため9月中は臨時申請受付窓口を開設しておりますので、お近くにお住まいの方は臨時申請受付窓口をご利用いただきますようお願いいたします。また申請の際には本人確認書類を必ずご持参ください。周南市長の藤井律子でございます。いつも福祉行政にご理解ご協力をいただき、心から感謝申し上げます。さて、本年10月から高齢者バスタクシー運賃助成事業を市内全域で開始することとなりました。この事業は市民の皆様から多くのご要望をいただいておりましたので、こうして開始できますことを私も嬉しく思っております。先ほどご説明がありましたように、この事業の対象者は65歳以上で自動車運転免許証をお持ちでない方、また75歳以上のすべての方でございます。日常生活における買い物や通院などの移動の際にぜひご活用ください。本事業によって高齢者の皆様の外出の機会が増え、これまで以上に生き生きとお元気にお過ごしいただけると幸いです。結びに市民の皆様のご健勝ご多幸を心よりお祈り申し上げ、私からのご挨拶とさせていただきます。